社長。はいっす。それなんすか。じゃスナイデル綿貫もスナイデルさんはね、この前動画やりましたよね。やりましたね。よかったんですよ。好きなんですよ。手仕事が見えたからね。ああそうですね。あれで好きになっちゃった。ボタンとかですよ確か。うん、まあ、あれがもうキュンキュンさせるんだよね、手仕事がね。で今回はスナイデルのこの1万1000円福袋ですね。でも1万1000円って結構いいやつじゃない、おさくん。いやどうなんですかね。いきなり入ってるんだこれ。あ、パッと見ただけでもなかなか手が凝ってる。これお前なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、また中開けて解説させていただいてもいいですか。そうですね。あとちょっとその前にちょっとご報告なんですけど、うん、初売りの動画あったじゃないですか。そうでございました。初売りでシーツセットね、あの寝具のセット、スタッフのミスによりですね、定価の2万円も安く出ていたと。2万円ですか。2万円です。もうね、売ったら売っただけ赤字になるっていうね、もう負のループに入ってた。いやそれはそうですよね。お正月中負のループ気づかず、そして、昨日ですよ、休み明けに社長とスタッフがもじもじして、言いづらいんですけどと、金額稼いでましたと、2万円。2万円。2万円なのね、うーんって言って、でまあ仕方ないリカバリーしようってね、出て行ったわけですよ。はい、出て行ったらすぐ電卓垂れる。いくら赤字なんだ。いくら赤字なんだよ。YouTube 見てくれた人が、うん、あのセールスを見て買っちゃう人結構多いと思うんですよ。そうなんですよ。たくさんのお買い上げがあったんですけど、新セット買った人の分だけ赤字でした。でもね、そのスタッフは全然悪くなくて、ギリギリまでね、調整をしたりとか在庫の管理をしたりとかよく頑張っていたのを僕も見てるんですよ。信用がたくさん溜まってたんで、そこはね、僕は大丈夫でリカバリーするようなんですね。リカバリーで何をするんだろうね僕は。そういうことないのにね。まあ要はお年玉ってことですね。さらに視聴者さんのね、はい、そういうふうに考えて、まあこれはこれでいいやと思って、あんまり考えないで次行きましょう。はい、そしたらそのスタッフもね報われると思いますしね。そんなこんなで価格はね変わってますけど、3万円台だったのに5万円台になってるかな。全然変わってますけど、それは本当にスタッフのミスだったというところでご承知いただいて、価格が高くなってんじゃないのというのはあるです、ね、なしなしです。はい、一つよろしくお願いします。ということでハンガー吊るせ、また説明させていただきます。はい、はい、ということで社長、はい、今回なんですけども、はい、スナイデルさんです。こちら2回目ですね。そうですね。で前回は、はい、まあ、普通にアウトレットさん行って、まあ、見て買ってきたと、うん、要は、うん、こっちは正規品なんですよ。あ、まあまあまあそういうことだよね。まあ、正規品の詰め合わせの可能性もありますけど。そこの闇すらもっとあるかなと思うんですけども、まあ、今回はね、スナイデルさんの闇を暴いていきたいと思います、はい、闇というかもうこれはもう王道な感じがしましたよ。まあ、でも今回1万1000円、うん、まあ、その価値があるのかどうか、うんうん、前回のアウトレットさんは1着で大体1万くらいしたんですよ、うん、スナイデルの服1着でね。そうですね、うん、そこがちょっとまあ怪しいなと。俺ねこれ見た時に思ったんですよ、はい、これ福袋用のアイテムだなと。まあでも値札なかったですよね。そうだからそうですか、うん、それもあるし、なんか雰囲気でなんとなく分かるじゃん。分からないか。全然分かんないです。この前のスマブラのセットアップ的な感じだったらまだ分かるんですけど、うん、これのなんかバラバラ具合ちょっと詰め合わせっぽく見えちゃう。トップストップストップストップで、一応ワンピースなのかな。まあ、こう来るとちょっと売れ残り説もあるな僕的には。いやパンツはね難しいと思うんですよ、福袋って。だってさ、パンツはサイズが結構大事じゃない。だから福袋にしづらいんですよ。そうなんですね。今までのさ、福袋見たでしょ、みんなゴムのスカートだったりさ、パンツじゃなかったじゃん。スカートだったらまあここが開くからさ、なんとなくいけるでしょと。じゃここはね、絶対的にパンツは入れない。上着上着、うん、あとこれ見て、袖がないでしょ。幅広いサイズいけるんですよ、このゴムになってるでしょ。これはね、うまく考えてるなって。そこ福袋で返品したら嫌っすよね一番。福袋って返品できるんですか。する人もいるかもね、なんかね、うん、やっぱ合わないわけですよね。そこのちょっとリスク管理も兼ねてるのかな。兼ねてると思う。僕がこの立場になって考えてみたら、それはパンツ入れないのもねだったし、うん、サイズもこれ見て袖がないんですよ、ケープ。おお、まあ、これだったら大丈夫、いけそう、いけるよね。はい、じゃこの辺りうまいなと思った。でこれもニット見て太くない。もう今回そういうテーマですね、うん、これさなんか入りそうじゃない、結構誰でも。でこれめっちゃ伸びる。で最悪これが一つサイズ合わなくても3つ生きるっていう。一応これサイズあるんですよね。まあ、一応確かやりましたね SMA。 その中で許容範囲もかなりあるっていう。でこの辺り勉強になるな。事業者の方こうやって選ぶ時にもサイズあんまり関係ないやつ、袖がないはもうマストだね。もしくはあってもめっちゃ太いっていう。
これは勉強になりましたね。ここから、まあ、1万1000円ですから、あとお得感出さなきゃ、それは初売りだもんね。もうこれで1万1000円もう取っちゃった。これ裏地ついてるのね。裏味はそんなにすごくいいものではないよ。もう本当にちょっとこのパサパサしてる、パサパサちょっとそんないい裏地じゃない。ポリエステルの裏地、仕様がね、ケープってここつけなきゃならないし、挟み込みで、でここパイピングだし、そんな難しい仕様じゃないんだけども、ここもこれもつけなきゃならないね。ああそうですね、うん、襟もついてる。はい、このケープだけでもう1万円ぐらい、このスナイデルさんだとしちゃう。これ全部見たけどカンボジアです。おお、かなりガツッと人件費を下げてきたんだ。やっぱ福袋用だと僕は推測するよ。これ間違ってたらごめんだけど、多分これは福袋用で作ってる。そして福袋用が言うにだよ、カンボジアというちょっと人件費のかなりガッツリ下がったところに持ってった。ちょっと見えてくるのが、うん、まあ正規品があってアウトレット用があって福袋用があって、あるなんか値段帯ちょっと絶対違いますね、うん、そこの。いや面白いよね。おそらくだけど閑散期を利用したりとか、もういつも出してるからいいじゃんと、こちらちょっと福袋にちょいちょいやってよというようなことはあるとは思うよ。僕もそういうのを依頼受けたことあるから、多分そういうのが業界の常なんだと思う。でもこのスナイデル福袋さん、うん、オンラインで結構売れてるらしいですよ。あ、そう、それは元取れるからだよ。これ確実に元取れるし、もう袖ないとかだから着れるじゃん。まあ着やすいですよね絶対。これってもうあれですか、販売前にもう出てたんですか。中身は分かんないです。あ、中身分かんないやつ、これこれ確か分かんなかったです。じゃあ本当ドッキリだよね。ドッキリだから家にもう絶対的に入るやつだ。入りませんでしたか、もうナッシングナッシングするためのやつ。うまいね。アースミュージックエコロジーさんも確かあれも見なかった気はしたよ。なんかあそこと一緒の系列で買った気するんですよ、これが。つないでもうさ覚えてて、もう昔すぎて福袋動き始めたのは12月初めっすよ。うん、でも動画撮るから覚えててこれ。福袋みんな人気すぎて、だって買えなかったのもありましたからね。まあ、ここの裏話ですけど、うん、まあ、ジラピケさんとか人気すぎて買えなかったっていう。ああそうなのね。どこにニーズがあるかってそこで見えてくるね。さあこちらでもう元取ったと、僕は取ったと思ってるよ、はい、でこれは、まあ、元取ったといってもね、原価ぐらいのことをちょっと軽く日本で作ったらどのぐらいなんだを言うと、はい、まあこれで大体5000円台から6000円台、いいとこだと7000円くれると思う。このぐらいの値段帯日本で作ったらね、まあ、これカンボジアですからぐーっと下げて、多分一着作っても数千円だと思う。2000円とか1000円台かもしれない。でこちらもね、裏地がついてるんです。このスナイデルの好きなところは、前の動画でも言わせていただいたんですけど、手仕事綺麗だったの。ああ言ってましたね。手でね飾るの、あのコートですね、うん、コートとか。こちらあまり綺麗じゃなかった。いや絶対に福袋用です。でもしっかりついてるよ。あっちの方が美しかった。あの手でこうかかってるのが美しかったんですよ。もう模様みたいに見えちゃって、でこちらはうんついてますって感じです。だからこの辺りもしかしたらそのカンボジアと、多分あれカンボジア製じゃなかったの、その辺りが出たのかなと。まあ素人は絶対気づかないです。うん、気づかないよね。てかちゃんとついてればいいですっていうところだと思います。そうですね。だからこの動画を見ると、うん、正規品絶対買って見た方がいいな。今これも正規品やけどもね、まあ、あのしっかりついてるからもう言うことないと思うよ。これ日本でもこのぐらいの仕様はあるし、これ1万1000円だもん、言うことないですよ。裏地もちゃんとついていて、でこのゴムもちゃんとついてるよね。はい、まあ、福袋はねゴムマストだね。やっぱサイズがね合わないや絶対やっちゃいけないからね。もう新年早々サイズが合いません。一番最悪じゃん。お店側もさ、クレームを言われたところでもう困っちゃう、困っちゃうでしょ。労力がもう半端ないから、休み明けの、休み明けすごい忙しいからね、うん、それ絶対的にもうクレームなくしたいってところだから、ね、よく考えると、うん、なんか山田屋さんもそんな感じしましたもん。簡単に着れるっぽいやつで、ちょっと誰でもなんかちょっとサイズ違っててもギリ着れそうな、ゴムスカートとかだったよね。はい、パンツは一切なかった。やっぱりでもあれは分かんない。山田さんはね、もしかしたらその残っちゃったやつを入れたかもしれない。これは僕はね推測するに福袋用だと思うんですよ。原産国も加味して相当コストを抑えて作ってる。ただそのつないでるらしさをちゃんと残すという、あと生地とかの品質ね、価格総合だと思う。つないでるっぽい価格総合、そりゃそうだよね、ハイブランドじゃないんだから、そりゃそうだよと。こちらもね、丈があえて短いっていうのが面白い。これだったらさ、中途半端にさあったらさ、ちょっと短い長いあるでしょ。すげえ短いからこの辺りサイズが分かんなくなっちゃう。もうこのぐらい短かったらさ、あもう正解ですねでしょ、それしかないから。でもちょうどあったらさ、胴長の人だったら、あ私ちょっと短いわになるし、背が低い人だったらさ、あ私長いわになるじゃん。これはこれの正解なんだよ。腕太くして丈短くしちゃう、もう誰も何も文句言えない状態。
これ勉強になりました。であとこれですよ、ベーシックですね、薄着のインナーだよね。これはね、あのくる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 してるじゃない、ここ。これこういうデザインじゃデザインだよ、はい。でもこれ一番簡単な仕様、これメロロックって言ってね、ほんとロックっていうミシンをバーッとかけるだけ、5分で終わっちゃう。この辺りこそ削減するよね。でここもインターロックだ、これももう一発一発ポン、ブーッとかけるだけ終わり。で脇縫って終わり。めちゃくちゃ簡単、入り付けがないからね。これは考えてる、すっごい早く作れる。これこれ1着作ったとしてもそうだね、10分少々、パーツがあれば10分少々で、1着10分、1着10分でいける。これそういうのと組み合わせて1万1000円を実現してるんだよ。こいつはかなり頑張ってるからね、まあ、なんかメインを張ってるみたいな、メインこれもいいぞと、この2つでもう満足でしょと。でこちらはさらについてますよと、お得ですよという商品。このあたりね、よく考えられてるなっていうのが勉強になりました。福袋をさらにお得にしてね、新年が楽しくなるような感じで、これ結構簡単に作れるんですけど、これとか普通に技術がいりますよ。切り替えも多いしね、うん、ここも切り替えて、ここも縫わなきゃならない、これもつけなきゃならない。ああそうですね、うん、だそんな30分や40分で作れるものじゃないんです。でもこれ実現するのは相当高い技術力がいるでしょ、この金額で、まあ、商品にするんだから。現地の値段は安いかもしれないけど、まあ、それを持ってくるコストを入れて日本で販売して、まあ、1万1000円がかなり安いよ。これでもここまで行くのに結構な時間かかる、これを習得するのにね。はい、僕思うんですよ、これ技術をさ磨くでしょ、これ磨いて磨いてこの値段が実現できるんですよ。これもさ別に変なとこあんまなかった、見てもあ綺麗だなと思った縫製も。で僕らいろんな人が働いてるじゃないですか、技術が伸びること伸びない子っていうのがいるんですよ。でその見分け方はもうすぐ分かるんだけど、まあここで言うとあれだけどね、はい、でも一つ言えるのはもう何者でもない、まだね技術者としても何者でもないものが差し出せるのは時間だけなんですよ。細くもそれ感じると思うんだよ。時間大事ですね、うん、時間を差し出さないと技術は手に入らないってこと、これを実践できるかどうかってこと。これ言いづらいよ、事業者の社長から言うの言いづらいよ。でもあえてこれうんうんってうなずいてる人がいると思って言うけど、8時間で終わりました、家帰ってポテトチップス食べてテレビ見てますじゃないんだよ。もし何者にもなれない状態であれば、だよ、評価がいただけないとか、ただのもう本当にはしがないただの作業行為ですっていうのを目指すんだったらそれでいいけど、そうじゃなかったらね、このぐらいの技術者になるんだったらやっぱり8時間以上自分がその家帰ってもちょっと考えるとかね、メモしておくとか、メモして家帰って見てるとか、いややってたもんね、自分もね、やってましたよ、メモ帳すごかったもんね。これちょっと難しいのが、うん、仕事っていう解釈なのか、うん、本当に好きなものかっていうその解釈で結構勝てると思うんですよね。あれだね、細田君好きだよね、好きなんで、うん、なんか普通に楽しいし続けられるなっていう、そこだよね。縫製やってる人も多分そういう人が一番向いてるんじゃないかなって思いますもんね。あ、そうなんですよ。で今こうやって、うちの会社でやっぱこう見込みあるなっていう人はそういう人、家でもミシンがあって踏んでたりするし、そうじゃない人はすぐに分かる。1年やるとね大体分かっちゃうんですよ、差がすごい開くから。で縫うのが好きな人もいる、縫ってる自分が好きな人もいる、これも気づいたんですよ。努力はしない、だこの見分け方も難しいんだけど、ただ言えるのは何者でもない人が差し出せるのは時間だけ、うん、時間と技術は等価交換だと、交換するもんだと、はい、これをねもう若いうちから思ってればきっと30代40代になった時に花開くと思う。これ僕はもう実体験でそう思います。これ僕も最近思うのが、努力してる感覚じゃないんですよね、うん、ほぼ僕なんて遊んでる感覚なんでだから強いんですよ多分。そうだね、だから遊んでる感覚で普通に休日とか元旦とか社長行きますよなんですよね、社長今から動画撮りますよなんですよおいおいっていう感じだよね。僕の場合そうなんで、楽しみの延長で行って一番いいパターン、はい、いやいややってたらその仕事はもうやめていいと思います。僕の場合いやいややってるというよりはこの仕事始めた時はねやらざるを得なかった。なんでかというとやっぱり借金もあったし、もう先がない、銀行にね家取られちゃうっていうような状態でしたから、はい、それもやらざるを得なかった。20代前半ですよね、やることはもう決まってて、もう生き方を決めてたんですそこで。生き方を決めたらあとはもうやるだけじゃないですか、もうそれに向かってやるだけだからブレなかったんですね。それを20代を過ごした、がむしゃに縫ったよね、縫ったからその交換で技術を得た、知識を得た、時間を費やすと同時に得たものは相当たくさんあったってこと。このブランドからこうやってカンボジアに縫ってる方々いらっしゃいます。でこの方たちがねすごい結構技術高いですよ、綺麗ですから、はい、スナイデルさんね結構綺麗なんですよ。その上でねこのじゃあ下請けとして使いますもそうなんだけど、時間を使って得たものによって何かをまた生み出すようなことができたらいいなと。これは僕たち事業者もそうです。最初はデッチ奉公ってか言うのかな、修行して、でそれで技術を得て、それで何かするじゃないですか、
はい、多分保坂君もここで勉強したりして何かをしようとしてるじゃないですか。そうですね。そうそう、この時間を投下して何かを得ると、そういう気持ちで仕事するとすごくいいなと思いました。そうすると技術の習得も早いし、きっと何者かになれるんじゃないかっていうのが僕がやってみた結果です。僕も時間かなり使ってね、何かを得ましたけど、僕は20年やってやっとここにいますけど、はい、時間がかかります。途中でね、やめちゃうんですよ。みんなやめちゃうの、なんだろうね、地味の作業とか嫌いなんだろうね。でも地味の先にしか、もう地味をやってきた先にしかそれは得られるものはないってこと。一発逆転はないからね。はい、それをまあ、何の動画ですかこれ。よくわかんないですけど何の動画わからんけど、それをちょっとこの辺りから感じる、服を作ってる行員がね、こう浮かぶわけですよ。きっと時間と同時に何かを得たんだなと。結構この値段にしてはいい縫製でした。まあこんなところから、縫製の内側のところから未来を見える、こんな番組でございますので、はい、引き続きまたよろしければチャンネル登録いただければと思います。また次回の動画でお会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。